11日は太平洋側沿岸を低気圧が通過するため関東では朝から冷たい雨が降り奥多摩や秩父など山沿いや群馬など内陸部では雪の降る時間帯もありそうです午後になると低気圧の接近により暖気が流れ込むため午前中に雪となったところでも次第に雨に変わる見込みです 関東の雨は夕方までが中心で、夜にかけては、天気が急速に回復してくるため、お帰りの際は、傘の置き忘れにご注意。また、朝から雨で日差しがなく、各地で気温が上がらない予想。日中の最高気温は6度 C から8度 C 程度と、10日、月曜よりも2から3度 C 程度低くなるところが多く、北寄りの風も吹くため、 かなり寒く感じられる。朝は十分な寒さ対策とまだ雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。